はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。はい、コンビニ惣菜ってさ、レンジでチンするやつで、一部ちょっと開けてね、2分ぐらいで温めてくださいとか、あと、まあ開けなくても蒸気が出ますので気をつけてくださいねっていう、チンするやつでね、うん、あれ結構美味しいよね、本当に。本当にちょうど一人分ぐらいのもので、ちょっと足りないなっていうぐらいの量なんだよね。だけどそれがちょうど良くて、だけどちょっと高いただね、その魚の焼いたやつとか煮てるやつなんかも結構小ぶりだけど美味しい、うん、もうちょっとね大きめの歯欲しいわ、欲しいなっていうのは、だったらもう本当にスーパーのね惣菜屋さんに行って買って食べるっていうのもいいかもしれない。うん、だから本当にさ、コンビニの惣菜、まあ、最初にその惣菜の定番っていうか、そういうのが流行ったのは、そのファミマのさ、お母さん食堂っていうかさ、そのなんだっけ、香取慎吾さんがやってたのはすごく印象深いよね。うん、多分ああいうので実際食べてみて、あ、こんな美味しいんだっていう感じで広がったのは、まあセブンとかね、ローソンとかに波及したのかなって勝手に思ってるんだけど、うん、まあ食べ比べっていうのもいいかもしれないね。うん、そのセブンとファミマと、セブンローソンファミマの3社のそのチルドのやつで、ハンバーグとか、まあ自己責任とか、まあ何品か買ってきてね、じゃあ食べ比べしてみましょうみたいな感じでさ、うん、やってみるのもいいかもしれない。そういうのやってないのかな、うん、やってみた系のやつで、自分がやるよって感じなんだけどねでもまあ私もね、ちょこちょこ買ってます。うん。本当にめんどくさいときはね。同じハンバーグなんかでも、チーズが入って、チーズインハンバーグみたいなのもあるし、デミグラスソースがあるやつがあったりとかね、そういうのもあるし、まあいろいろあって、うん。まあ300円ぐらいするけどね、一つ。だけど、いろんな味の種類のものを買って食べるっていうのは楽しみではあるね。うん。あとね、自分の好みの味っていうのもあるからさ、それを見つけ出すっていうのもいいかもしれない。うん。で、夫婦でやっても、うるさいな。まあ、夫婦でもさ、味の味覚がね、変わってくるっていうか、同じになってくるっていうけど、でもまあ、根本的な味の好みって、自分のね、実家の好みだったりするからさ、うん、まあなんとも言えないけど、なんとも言えないというか、ね、微妙に違ってたりすると思うんだよね。うん、そのハンバーグのチーズが入ってる中に入っている方がいいのか、外にこうね乗せてあるのがそっちの方がいいのかっていうので、意見も分かれるだろうしっていう感じかな。うん、皆さんどうでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。